俺の名前はルパン三世、銭形警部の追跡を逃れ、愛しの藤子ちゃんと一緒に今回はボブのヴィーナスっていう宝物をいただいちゃうんだから。見事だ、まさしく生きてるようだ。これはアートだ、アート驚くためごろだ。あ、ちょっと手の角度違う、こっち前ちょっと肩に、それでいいよ。何がずれか、水で酔ったらほど強くため鉄砲です。ありがとう関さん。くだたいをつなび、うんぱる。あ、まさかさだ。ヴィーナスをいただくルパン、なんだと。銭形警部を呼べ。どうしました。遅かったじゃないか警部。マスという男は必ず取ると言ったら取る男で、これは一回一回の警察に保管いたしましょう。ああ、そうしてくれたまえ。はいはい。いや、私が来たからもうわしのこと。あんたは誰だい。この格好見てこれは最近ね、血尿が出たんだよ。どうもじゃあ銭形警部。違いな、彼は石田という男に違いない。私が本物の貴様ルパンではないのか。何、ルパンだと。お前がルパンだろ。お前大変なんだ。私もめっちゃお前は。いや、ルパンは銭形じゃない。銭形じゃ、私が銭形だ。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 私はエビ型だ。銭形が3人も揃ってしまった。おかしいじゃないか。やっぱルパンではねえのか。お前、私まで言ったら知ってんのか。知らないよ。大変なんだよ。わだ映えの手だよ。そういうことじゃなくて、銭形は誰かということだ。たまには精進料理でも食いに来い。誰だ貴様は。いや、お前ら、だから俺の真似しやがって。お前、俺の真似するんじゃないよ。お前が真似をしてるんだろう、ルパン。お手つきの方からどうぞ。だから銭形じゃないって言ってるじゃないか。なんだよお前、そんなとこ大変なんだ。火災だよ。ダメなんだよ。誰だ貴様は。大変なんだよお前。俺じゃないってことを証明できるのかお前。俺はお前、お前甘いもん食ってダメなんだよ。俺ダメなんだよ。俺はお前、血糖値が上がるんだよ。上がるんだよ。ダメなんだよお前よ。ビルスレイもダメなんだよ。ビルスレイも俺もダメなんだよ。血糖値が上がるんだよ。誰なんだよ。終わりました。それではな、わしが自分でこの指ならしのヴィーナスを隠しておく。自分を手伝う。ところでお前誰なんだよ。お前は誰なんだよ。お前誰なんだよ。誰なんだよ。本当にのかっちゃうなよ。わかんねえよ。あんまり飯食うんじゃねえよ。藤子ちゃん、辛いもんね。そうね。いいじゃん、どうぞ。いや、ぐるぐる巻きだ。ぐるぐる巻きで、いや、ポール巻きで。カッ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 。しかし愉快ですな。あのルパンですが、まんまと偽物のヴィーナスを持ってきました。流れ石、流れ石、さすが宝田門切っての敏腕刑事銭形さんだ。なぜあいつを追いかけ続けて38年、いつまでもおちょくられませんからな。素晴らしい、このページまさにアート。素晴らしい、この辺の色ってやん。この辺の色ってん、なんか色が落ちますね、これ気のせいじゃん。かかし、あ、かかし、しかしあのルパンのことだ。
もし偽物を持って帰ったと知ったならば、すぐこの本物を取り返しに盗みに来るに違いない。ご安心ください。堀の上には高圧電球、そして庭にはサーチライト、そして赤外線探知機とハイテクのクッシュを、ハイテクの、はい、ご安心ください。森の上には高圧電流、庭にはサーチライト、赤外線探知機とハイテク機能を駆使して私は守ったよ。はははそれはすごいな。そして門の外には迂回工場、そして本田芸能、まさに完璧な仕切りで猫の子一匹閉じます。ほうほうほう、それは安心。猫の子は一匹通しましたが、うん、しかしそれ以外の動物は決して、うん、私、うん、決して、うん、犬は通しましたけど、それ以上の動物は、あら、おいおい、おい、象はいないのか。多分湘南動物プロの仕業だったな。悪いやっちゃな。いや、藤子ちゃん、とっさんの野郎、偽物捕ませやがって、あの野郎、ほんと頭きちゃうのよね。最高、藤子さん。待ってるか。高圧電流。高圧電流。あら、すごいのね、藤子ちゃん。どうするルパン。大丈夫、こっち来てごらん。高新作が作ってくれたこういうセット。こっち。いやー、とっさんの野郎、今回だけは本気出しやがって大丈夫ね、みちこちゃんね。ここから、あ、ライト行ってくる。危ない、みちこちゃん。真っ暗になったから、ここで一つお願いしたいんだけど、みちこちゃん、みちこちゃん、みちこちゃん、何するの、ルンパやめてくれ。みちこちゃん、あいて、みちこちゃん、そんな勢いよく、一回はいいじゃねえかよ、そうだよ、一回取らさねえから。仕事が飲むよ、中山。はい、くれよ、中山。一枚でいいから、やめて、飲むよ、お前。頼むってんだよ、お前。時間来ちゃったよ、お前。こうして、あ、うっついよ、お前。ほら、全然やばいじゃねえから。頼む、ひかちゃん。痛くしないでね、ずっぽん。怖いよ。こちゃん、こっち。開かないけども、こんなことで迷わないのがルパンシャンシェ。これで大丈夫ね。ちょっと待っててね、ゆりこちゃんね。みずおさん、はい、失礼します。やらせてもらいます。せーの。怖いですね。ありがとう。失礼します。あんな要領で全国のモデルさん騙してるんで気をつけましょう。さすがのルパンも手も足も出せないだろう。遅いな。何か来ないとなるとちょっとつまらん気もするが、しかし間もなく12時、来るとしたらこのぐらいの時間でしょう。あら、お、どうした、電気をつけろ。どうした。あ、これもしかしたらルパンのせいかもしれませんね。電気室を見てこい。うん、それ行け。どうしたんだ。お、ほら電気をつけろ。お、お、しまった。やつらがルパンだった。それはルパンのです。グッ。早く急いで急いで急いで、早く。ねえさん、ヨルさん、パイオニアニアモニアね。パイオニアのこれ触ってみたらどう。試してみよう。これか。早く、時間がないんだから、早く。どうだ、大丈夫っすよ。やめろやめろ
リが消えちゃったのね。ルパン、ついにお前を捕まえたぞ。ボッタン、トッタン、今日のとこはこの俺の負けだ。ルパン、1038年ついにお前も年貢を納めるときだ。お、ルパンめ、助けてあげたんだから感謝してよね、ルパン。ウニコちゃん、盗むもん盗んだから早くいいことしようよ。僕の名前はルパンチャンチェ。銭形のドッタンパン、数量だから助けてくれたけども、ボブのヴィーナス爆発したって一体何しに行ったんだが、また会おう。僕の名前はルパンチャンチェ。僕の名前はルパン・シャンチェ。銭形警部のしつこい追跡を逃れ、今日はつけ胸の藤子ちゃんと一緒に伊藤の親分の大切にしているアフリカの涙っていうのをいただいちゃうんだから。これがあの噂のバナナの涙ですか。バナナじゃない、アフリカの涙です。いかにもしかし高そうなダイヤですな。そうさな、私が転覆トリオ時代の3ヶ月分の給料かね。まあざっと見積もっても200億はくだらんだろうね。200億、このダイヤの値段をピタリ合った方にはペアでハワイ旅行をプレゼント。なあゲッタちゃん、くだらないことはやらず。これは狙われとるんだから。狙われとる、うん、うん。じゃあルパンから予告状が。ルパンだけではないのだ、さまざまな族から続々と狙われとる、うん。はい、みんなで見てみましょうね。に、はい、8時にアフリカの涙をいただくよ、ルパンシャンシェな、うん、いただきます。怪人30面相、うん、な、アフリカの涙頂戴するネズミ小僧2代目、うん、な、お母玉小松正夫、これが今一つわからんのだな。リクエスト東京ナイトクラブ玉井、もっとわからんのが、うん、とにかく狙われとるんだ。しかしあのルパンの野郎、今回は舐め腐って時間も、うん、どうしました。銭形警部、どうしティーショットします。どうした、な、あ、そこだ。おー、暑いやねえ、暑いやねえ。確かに今ルパンの部屋へ出したんですが、ちょっと銭形警部、これ足の上落としたのはとても痛かったんだ。私は桜田門ね、20年、雨の日も風の日もあいつを捕まえることだけを生きがいにしてみる。あれ、しかしあいつが図に乗って時間まで予告してる。ダタちゃん、許せませんよ。ルパン！ルパンシャンシーか。そうです、こいつが世間を騒がしているルパン人形です。人形だね、どこから見てもこれは人形だね。またそんなにどこへ行ってんの、捕まえるぞ。ららとっさん、偉い目に遭っちゃったよね、本当にね。藤子ちゃん、ルパン準備 OK、 完璧よ。悪いね、藤子ちゃん。とっさん、そのダイヤは8時に取りに行くからね。じゃあ藤子ちゃん行くよ。よいしょ。時に銭形君、本当に大丈夫なのかな。大丈夫だよ。前回みたいなしょうもないものは作らず、今回は一晩かけて素晴らしい家の周りに堀を作りました。特別な金庫を用意しました。特別な金庫、はい、見ていただきましょう、こちらです。ドラドラ、なんだこれは。単なるコインロッカーではないのか。風呂場の、あの風呂屋の、あのあれですよ、下駄箱を
使えます。なるほどな、敵を攪乱するわけだな。ただたくさん扉があるわけではございません、うん、アフリカの涙以外の扉を開けますと、うん、爆発しますので気をつけてください。こういうことやるわけ早めに言っておくれよ。そうすれば俺はこれをやってもう33年だから上手なんだよ。上手だね、上手だね、上手だね。フジコちゃん、フジコちゃん、ちょっと勢いよくってこれお堀だよ、お堀。フジコちゃん大丈夫だけど、さすがのとっさん、この屋敷のそばにお堀作るなんて、さすがのとっさん。フジコちゃんどうする、フジコちゃん、これちょっと濡れちゃったけども。あ、ルパン、こんなところに棒が。これ、棒がって今結構深さ分かったから、このまま行けばこんな。大丈夫、フジコちゃん。棒が短かったら全然ダメよ、フジコちゃん。何かしら。フジコちゃん、どうするこれ、フジコちゃん。もうダメね。あ、こんなところに長い棒が。なんだ、長い棒があればこれ揺れずに向こうまで行けたら、こう見ても棒高跳びやってるから見てて。そうでしょ。ルンパン、フジコちゃん、フジコちゃん、渡すとき渡すときこれ分かってくんないと困んねえね、フジコちゃん。ね、このままねじゃなくて、このままこういったらこうなるでしょ、フジコちゃん。お前だってもうどうせ濡れてるから。フジコちゃん、足取って大丈夫？大丈夫よ、フジコちゃん。今押したでしょ、フジコちゃん。今2回も3回も一緒だってことで、どうする、フジコちゃん。この棒だったら全然ダメよ。ルパン、ルパン、こんなところにトランポリンが。これがあればもう大丈夫よ、藤子ちゃん。よし頑張ったね、ルパン。これがまたずれてこれ落ちようってんじゃないの、藤子ちゃん。それだから嫌なんだよね。おう、大丈夫よ、藤子ちゃん。これだったらまたずれ。よし、ママ、あっ、ルパン、藤子ちゃん、藤子ちゃん、助けて。それじゃあここで志村さんだったら必ず一緒に入るじゃないか、藤子ちゃん。何やってんの。ここを通り来ていけば屋敷に入れるからね。いや、ほらほら、あっちからちゃんと行く道があるの。それは先に言わないと困るんだよ。何だよ、藤子ちゃん。藤子ちゃん、こっから先は気をつけないとね、非常に危ないのよね、藤子ちゃん。あっ、そっち、歩いて、藤子ちゃん。これに見つかると、すごい大変なことになるからね。わかったね。わかった、わかった、藤子ちゃん。なんか暗くなってきたね。この間もこんなこと。藤子ちゃん、藤子ちゃん、暗くなったついでに頼むよ、あの。何？やめてよ。いやいやいや、やめてよ。藤子ちゃん、頼むよ、藤子ちゃん。やめて。大丈夫。ちょっと、いいじゃねえかよ、お前、一回ぐらいよ、お前。頼むよ。やめてよ。あんたよ、頼む。そんなとこだ。いいじゃねえかよ、お前一回ぐらい。藤子ちゃん、お前そのままで。いいよ、胸に何か入れてんの分かってんだから。早くしろよ、お前。シャワー、なあ、お前シャワー浴びたんだから、お前。いいじゃねえかよ。腐って男だ。レッツプレイ。新潟警部、あ、とう8時になりましたぞ。8時といえば、あの見頃食べ頃笑い頃の時間。そう、ツンツクツクツクツン、ツンツクツクツクツン、ヒヤ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 、ベンベラ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 。ひどい。それじゃあ僕がお母様の息子じゃないみたいじゃないですか、お母様。当たり前だ、あんたなんか産んだ覚えはないんだからね。あんたなんか小錦の回しの中に埋め込んでやりゃよかったんだ。小錦の回しだけやめて、あの肉の間に入りそうでやめて。何か臭いな、匂うぞ、匂う。
慢性中耳炎なんてちょっとわからないんですか。中耳炎って仕方がないな。違う違う、どこ書いてるんだ。私が言ってるのは毒ガスかな。あっあっ、ペンちゃん、ペンちゃん、あうまくいったみたいね、ルパン。ふじこちゃん、こんなあっさり行くとは思わなかったけど、ドッタンのお寝顔もなかなかコビは可愛いもってなもんでね。早くしないともう時間が切れちゃうわ。時間が、この麻酔はあとどんぐらい持つのかしら。3秒よ。3秒 2 1。おはよう、ヘルおはよう、ルパン。貴様の敵のおさめ時だ。ちょっとおみだ、撃った撃った撃ちまくれ。こんなに近いのに引っ込む当たらないで、お父さん、お父さん、下手ね。あれ？お返しよ。頼んだよ、ふりこちゃん。さすがだよね、ふりこちゃん。じゃあ、このふりこちゃん行きましょうか。行くってどこ？こっち、こっち。さあ、ふりこちゃん。アフリカの涙だ。さすがのルパンも盗む暇なかった。確かめてみよう。どこにいたんだ。上から2番目、左から、2番目で。またやったのね。ここだったんじゃないの？隣ですよ。紛らわしいこと言ってまたやったのね。この道33年に。いや、こっちだ。ない。アフリカの涙がない。アフリカの涙がない。ない。ない。お。あ。ただ言ってくれ、トッツァン、ルパン、シャンシェ。上手だね。上手。これは甘いっすかな。早く逃げちゃう。早く。早く逃げないと。え、あ、あ、あれ？藤子ちゃん、それ折ったの今渡そうとしたでしょ。それからあとこれなら大丈夫ね。大丈夫、曲がるから。あ、ほら曲がって行ってきます。ありがとう、ルパン、大丈夫。藤子ちゃん。せっかくアフリカの涙っつのをいただいたのに、つけ胸の藤子ちゃんに持ってかれちゃって、まあ、自分からお堀に入ることはなかったんだよね。また会いましょう。水が大好きな、あ、僕の名前はルパン・シャンシェ。